アメリカでも日本でも新型コロナウイルスのニュースが連日トップで伝えられています。アメリカではホリデーシーズンが始まり、さらなる感染拡大が懸念されています。二十六日木曜日の段階で、アメリカでの感染者数は千二百八十万人以上。感染による死亡者数は二十六万三千人以上となりました。感染による入院患者数は九万人以上に及び。 17日連続で過去最多を更新し続けています先週1週間だけで110万人が感染また感染により1万人が死亡しました感染拡大を食い止めようと各地で対策が取られていますニュージャージー州ニューアークでは陽性率が21%になったことを受け25日水曜日から10日間の封鎖勧告が出されました 必要不可欠でないビジネスには営業中止住民には屋内退避が求められていますしかし強制力はなくどこまで守られるのかは不透明ですカリフォルニア州では州の人口の94%を占める41の軍を対象に21日土曜日から1ヶ月間の夜間外出禁止令が出されました 夜10時から朝5時まで必要不可欠でないビジネスは営業禁止また人と集まる行為も禁止されます一部の住民は夜間に抗議活動を行いましたロサンゼルス郡では25日水曜日から3週間レストランやバーなどの屋外飲食を禁止する措置を取りました屋内でのサービスはすでに禁止されており持ち帰りや配達のみの営業となります 一方、サンクスキビングの連休に向け CDC ・疾病対策センターや専門家らが旅行を控えるよう呼びかけていましたが先週末の空港の利用者数はパンデミック始まって以来最多となりました。ABC ニューーススによりますとサンクスキビンクビグデー前の6日間で およそ600万人が空の便を利用各地の空港で混雑が見られました